と念のためですけれども、はい、その、まあ、具体にいろいろ思いがあると、で、まあ、ご批判を述べてますけれども、はい、それはご批判を述べればいいのであって、それと選挙をやるということはどうつながるんですか。今同じ話をしてしまうことになるかと思いますけれども、議員の方々は新しい市長になったということに対して結果的に、特に一部の議員の方々ですけれども、受け入れられなかったと思っております。ですからその民意を、まあ、改めてお示しをしなければ、まあ、このような、まあ、市政の混乱は解消が図れない、まあ、このように私なりに考えたところでございますので、まあ、いわゆるその時期が結果的に、まあ、日程の状況を鑑み、まあ、最終的にこの時期になってしまったというところでございます。端的に言うと、森井さんへの市民の支持がこれだけ多いんだよと、それを形として示すために選挙をしたいということです。はい、そのことは大きな要素のうちの一つであるというふうに思っております。最初にお話ししましたが、この度の辞職においては議員側が辞職勧告、つまり私に対して辞職を求められたことから端を発しております。私は初めから4年間を全うしようと思って取り組んできておりますので、最終的にこの決断に至った原因はそこに端を発しているということでございますので、なぜこの時期にそのような態度を取られたのかということにおいては、ぜひ議員の方々にお聞きになられていただければと思います。質問したいですね、はい、市長冒頭の方でですね、はい、説明されてたと思うんですけれども、市議会の方がやることなすこと、まあ、市長のやることなすことを全て反対っていうふうにおっしゃってましたけれども、はい、ただこれまでの状況を見ると議案含めて、可決されているものがほとんどであって、はい、で、まあ言ってみればやることなすこと全て反対っていうとちょっと言い過ぎではないのかなという気もするんですが、それについてはどうですか。おっしゃるようにですね、まあ、これは議員の方々からも言葉としてお話が出ているかと思いますけれども、現在のやっぱり市民生活に伴うことにおいて滞りがないようにということを、まあ、考えられてのご判断もあるかというふうには思っております。しかしながら、まあ、ここは心情的な部分も含めてではありますけれども、彼らにとっても私が、まあ、いわゆる辞職を求めているということは、私自身がまあ、市役所職員とともにですね、出す予算課においては基本的には全て反対をしたいという思いのもとで取り組まれているというふうに感じておりますので、私としてはそのように表現をさせていただきました。まあ、そのうちの大きな要素が、まあ、この度の副市長における、まあ、いわゆる秘訣、私自身はやはりどのような判断においても時には当然政治家でありますからぶつかり合うこともあるでしょうし、または反目をし合うこと、まあ、そのようなこともあるかというふうには思います。まあ、しかしながら、まあ、この度の副市長における判断はそのような観点はなかった。つまりは本来であればこれはたとえ市長自身の行動等においては納得はできないと議員側がもし思っていたとしても、本来であれば採決において、職員であったり、まあ、市民の皆様のためにいわゆる協力をしていくという枠組みにおける判断がなされるべき内容であると私は思っておりましたので、ですからこそ今までも議員の方々からいろんなお話があったものに基づき、そのことを念頭に置きながら選択をし、そして、議案として提出する、まあ、数日前ではありますけれども、各会派の代表にも市役所職員の OB から出させていただくということもちゃんと仁義を切ってご説明をさせていただいて、直接、まあ、その上でこの度は行動させていただいておりますので、今まで否決された理由は何一つ当てはまらない、このように思っております。ですから今回のその判断が、まあ、いわゆる相対的に全てそういう目線で取り組まれているというふうに私なりに感じたことから、まあ、こういう表現をさせていただいたというところでございます。特にその、まあ副市長の選任どうやらについてことですね。そうすると予算については当然取っているわけなので、まあ、この分はちょっとやることなすこと全て反対というのは言い過ぎかなという気はするんですけれども、まあ、ただ大きなものは副市長の選任どうやらに秘訣だということですか。まあ、それは西出記者の受け止め方としてもそう感じられたというのは私は否定はしません。ただ私の気持ちとしてはそのように感じているというところです。感じている。事実上9割方通っててもご自身はそう考えて感じていると。
そうですね、ということです。はい、現実として、事実として、ファクトの部分として、予算案であるとか条例案というのは、ほとんどの部分が可決してますけれども、それでもご自身は全て反対されていると、議会側は全ては反対されていると認識されるんですか、主張は。はい、何度も言いますけど、私、全員とは言ってません、せんから、一部の議員の方々においては、はい、そのような心情を持ってやられていると思っております。恐らくその一部の議員の方を誰に指しているのか、まあ、ちょっとこちらの推測で考えると、その方々も、可決、採決の部分で賛成して、予算案が通ってたりとか、条例案が通っていると思うんですけれども、そうだったとしても、その方々は反対していると。はい、ですから心情的な部分でとお話をさせていただいています。心情的部分、はい、心情的な部分で今回辞職にを考えて選挙戦に見ているようとお考えなんですか。政策的な問題ではないんですか。あのですね、その理由については今初めからお話しさせていただきましたので、それをもう一度あの確認していただいて、その理由についてはあの、副市長が不在になって、あれ去年11月だったでしょ、はい、去年11月から副市長がまあいなくて、まあ、これで市長も辞任されると市長副市長両方いないという状況に、数週間そういう状況になりますけれども、 そうですね、そうした状況になることについてはどのように考えますか。その点についてはやはり一番私としても、まあ、懸念をしているところでありまして、まあ、本来であれば、まあ、副市長がいてた上で、まあ、それでも市長がいなくなるということにおいては非常に職員としては、まあ、負担が大きくなったりプレッシャーがあったりとかするというふうに思っている中で、まあ、残念ながら二程において議会においては副市長否決をなされましたので、この両方不在ということにおいては非常に心配はしているところでございます。ただ先ほど最後の方にお話しさせていただきましたけれども、それに伴う段取り等も含めてですね、まあ、担当職員、市役所職員、この間しっかり、まあ、乗り越えていただけるようにですね、段取り自体はちゃんと取り越えていこうというふうに思っておりますので、一時のその不在ということにおいて、先ほどおっしゃったように数週間においては市役所の中において一定との混乱はないとは言いません。影響はあり得るとは思いますけれども、まあ、それを最小限に食い止めて、その選挙後においてですね、まあ、しっかり対応ができるようにしていきたいというふうには思っております。まあ、それについては本当に、まあ、市民の皆様に対しましてもそうですし、市職員の方々に対しても、まあ、お許しをいただければと思っているところでございます。まあ、要は議会議員と市長と安倍マン市側と非常に、まあ、コミュニケーションを開発したいという趣旨で、まあ、今回辞任表明されたのも一つの理由なんだと思うんですが、まあ、来年春にですね、統一地方選が行われるのわけですので、そこまで待ってですね、今回出直し市長選があるということになるとかなり費用もかかる、まあ、5、6000万円はかかるのではないかなと言われていますが、10ヶ月待っても遅くはなかったのではないかなというお話も聞くんですが、その辺はどうお考えですか。先ほども同じようなご質問があったような気はしてますけれども、私自身も最後まで4年間をまた企画を受けてますから、全うしていきたいという思いを持って取り組んできたところでございます。しかしながら、先ほど来からお話しているように、辞職を求め続けてきたのは議会です。つまり議会は途中でいわゆる辞職するということは選挙が当然行われるということでありますから、そのこと自身は議会側がそのことを求めていたということを改めて確認をしていただきたいというふうに思っております。そして私自身も、まあ、先ほどからお話しているように、まあ、そのような、まあ、昨年来からですね、私自身の気持ちの中ではいろいろと、まあ、悩んでいたというか、まあ、どうすべきかというふうに思っていたところでございますけれども、やはり今回の日程における、まあ、議員側においての、まあ、言動や判断、対応等、特に一部の議員の方々においての取り組みにおいては、もうこれ以上引っ張ることの方が、まあ、市としては、まあ、デメリット、不幸になっていく。やはり私自身何度も繰り返していますけれども、この度やはり市民の皆様から、まあ、負託を受け
民意を受けて、まあ、この姿勢を担わせていただいているところでございます。それを受け入れていない状況のままでの議会においては結果的にこのような状況が続いていくであろうというふうに思いますので、まあ、それについての、まあ、一つの、まあ、結論付けなければならない、まあ、このようにも思っておりますので、まあ、最終的に来春まで待つべきではないというふうに、まあまあ、苦渋の選択ではありますけれどもこの度決断をさせていただいたというところでございます。対立想定される対立候補の方が、はい、まだ準備がさほど進んでないとすれば、来春やるより今やった方が有利なのではないかなと私は思うんですけど、どうでしょうか。村尾さんがそのように思われているということは先ほどの方じゃないですけど分かりました。それはただしあのですねご本人はすでに出馬表明されているんじゃないですか。ですから準備うんぬんとかっていう話ではないと思いますけれども、ですからそれはあのまあ村尾さんなりのまあそういうふうな解釈だとしか私は受け止めようがありません。まあ私だけではないと思うんですけど、まあ例えば一般論として現職の方っていうのはやっぱり知名度それだけで有利なところもありますよね。じゃあですからそれはどのような選挙であったとしても私は前回現職に勝って当選しておりますので、そういうことをおっしゃられること自体も、まあ、やはりちょっと思い込みではないかなというふうに思いますけれども、実際選挙戦ですからこれをまあこの度、まあ、表明させていただいて、今後において次選挙戦が行われるまでの期間の間に、まあ、どなたが挑まれるかというお話においては今後においてもお話としては生じ得ることもあるというふうに思っております。で選挙というものは何一つ断言できるものはないというふうに思っておりますので、それをもって誰が有利誰が不利というのは、まあ、その方々においての、まあ、憶測に過ぎない、まあ、そのような印象を持っています。ですのでまあ、村尾さん自身がそのように思っているということについては私は否定はしませんけれども、なんて言うんでしょうかね、そのお話が私に対してそういうことが理由ではないかというふうに言われることにおいては私自身がそうですねと受け入れるということにはなりません。理由だと言ってるんじゃないんですよ。じゃあ、まあ、結局ですね、森井さんご本人は選挙に有利なタイミングを自ら選んだのではないと、そういう理解がよろしいですか。だって当たり前じゃないですか。辞職勧告をされたのは議員側ですよ。何もない中で私いきなり辞職しますって言ってるわけじゃありません。まあ、それから時間は随分ありましたよね。だから何度も今までお話させてもらっております。ですから今までも何度もお話させてもらっております。ですからそのことを受けて自分の中でどうするべきか悩み、そして今日この度に至ってるんです。いやもしも今村尾さんがおっしゃられるような理屈が成り立つするならば去年のうちにやっときゃいいじゃないですか。違いますか。私はその理屈が合ってるとは思ってはいませんけれども、村尾さんの理屈であるとするならば一番最初の辞職勧告出された時に選挙戦をしちゃった方が、まあ、そういう有利だという理屈になると思います。ですから私はそんなことをもって判断はしておりません。何度もお話ししておりますからもう繰り返しはしませんけれども、ま、今まで説明をさせていただいたとおりです。そういう理由での判断ではないと。もちろんです。後援会の方々にですね、今回辞職するということをお話しされたら、まあ、ちょっとややちょい前ぐらいですか、まあ、時期は辞職するここまでははっきりはお話ししてませんけれども、うん、まあ、今回の副市長の案件があったことについてはご相談させていただきます。そうしたら今回、まあ、辞職するって、まあ、会見開いているわけですから、そのことは、まあ、後援会の方々も分かっているわけですよね。市長はそういう考えだということ。はい、きっと気持ちとしてはそのように理解していただいているのではないかなと思っておりますけれども、後援会にご説明したときに反対とかはされなかったんですが、今やめるべきではない。後援会の立場からすると自身が、推した市長がですね、任期途中で辞めるということはですね、あまり受け入れがたいのかなと思うんですけど、まあ、実際ちょっと今のお話とこう噛み合わないかもしれませんけれども、まあ、副市長の案件等あってですね、
私なりに、そういうことを決断するかもしれないということで、お気持ちとしては伝えさせていただいておりますが、それについて良しも悪しも何の意見も出てはいません、はい、反対する意見はなかったと思います。そうですね、講演会の会員の皆様全員に残念ながら投げかけさせていただいているわけではありませんから、皆さんは講演会というふうな表現なされますけれども、何人かにもそういうことにおいての、気持ちを吐露させていただいたところでございます。その方々には、反対はされなかったんですね。ですから良しも悪しも言われてません。反対されてないということですね。はい、ですからこれ以外表現できないですけど、いいとも悪いとも、だから反対するもしないも言われてないです。聞いてなかったってことですか？いや違います。その私自身の思いに対してその方々が個人的な意見を言ってないということです。私に対してただ聞いただけ、ただ聞いてるだけですか？そんなことがあり得るんですか？いや、あり得ますよ、もちろん。最終的に声かけ方々に限らずですけれども、私のことをこう応援してくれている人たちは政治家としての判断についてはご本人の判断ですから、よしあしということはあまり表現はされない。多分そういう方が私は多いと思うんですけれども、ですから私自身の気持ちとしてお伝えをさせていただいているというところでございますので、だから良いとか悪いとかそうすべきだやめろとかっていうことではありません。言うなれば私自身の気持ちを尊重してくれていると言えばよろしいでしょうかね。その方々は無言で忖度したわけですか？いやいや、そんなことは言ってませんけども、先ほど言いましたけども、何も言ってないですよね。先ほども言いましたけれども自然だと思いますけど、それは西出記者にとって周りにそういう方々とやり取りをしているときには 100% 何かの返事をされるというふうなことになっているのかもしれませんが、あくまで私自身が政治家であって応援してくれている方々という関係のもとにおいては、私自身の考え方においては基本的にはきっと尊重していただいているからだとは思いますけれども、それについて例えば具体的な意見を言うとかですね、揶揄をするとかっていうことはないですね。なるほど。そうすると今回の辞職を決断するにあたって、これはあくまで講演会であるとか支持者の方からのアドバイスを受けたものではなくて、あくまでご自身で判断したと。はい、決断は私自身が、そうですもんね、お知らせしたのは。そうです。ですから決断というのは最終的に政治家自らが判断しなければならないと思っておりますので、私自身の判断です。それは誰かの意見もアドバイスも聞かない上で講演会の方だって何も反応しないですよね。であればそれは講演会の意見を受け入れて自分が判断したっていうんじゃなくて、あくまでそういうのは関係なしで自分で判断されたということですね。何度も聞かれているようですけど、私自身が決断をしたことです。なる、はい、それが分かればよろしいということですか？であれば、はい。あと今回選挙戦でもし当選されて、赤崎にはその、議会に対する不信任であるということを表明したいとおっしゃってたと思うんですけれども、はい、で政治家として判断を促していきたいというようなことをおっしゃってたと思うんですが、はい、それはその一部の市議に対して市長が何を促すんですか？それはその時にお示しさせていただきます。それが争点なので、それを言わないと市民の方は納得できないと思うんですが、何を促していくんですか？その具体的な内容も含めてですね、私自身といたしましては、あくまで仮定のお話になってしまいますけれども、今回このような問題点において生じている出来事であったり、それに対しての改善策も含めて、具体的に選挙後において市議会の方にぶつけていきたいなというふうに思っておりますけれども、今この場でそれはお示しはできません。すみません、市議会にぶつけていきたいと思うんですけど、おっしゃるんですけれども、市議会反問権がないので、この小樽市議会の場合は
市長の方から議員に対して何かしらのものを言うということは、まあ市議会の、議場の場では言えないと思うんですが、ですから、まあ、今いい例を一つ出していただきましたけれども、反問権であったり逆質問権においての導入というのも、まあ、一つの考え方ではないかなと思っています。なるほど、そういうことも視野に入れたりもします。ただ、まあ、それは議場の中で聞かれない限り答弁はできませんから、ですから議会に対して申し入れをしていくということになります、ね、反問権自体はその市の方からはそれは決定はできないですね。議会が決めることですよね。そのとおりです。それを促していくということです、はい、もちろん今回の議員の給与を上げたということにおいての判断が市民の皆様にとって任意なのかどうかということも突きつけることになるかもしれませんし、ですから、まあ、今例えばでその話が出ましたから、このように話しましたけれども、まあ、そのこととかも含めて、まあ、議員の、あ、ごめんなさい、市民の皆様が、まあ、現議会に対してどのように感じていらっしゃるかということもしっかりと多くの有権者の方々がお話を聞いて、改めて具体的に提言をしていきたいというふうに思っております。政治家としての判断を促していきたいというのは確認したいんですけれども、その政治家議員、市民の議員の方々に辞職であるとか、俺の言うことを聞けだとかですね、そういうことを求めていくということではないんですね。ちょっとその質問においては悪意を感じますそれははっきり言っておきます。ただし市長と、まあ、議会それぞれ権限が違いますから、ですからあくまでこの度のことにおいてはその民意を示すということでございます。ですからそれに基づき、まあ、市民の皆様から共に戦っていく中で、まあ、多くの声を拾っていき、まあ、それを、まあ、議会の方々に対して、まあ、提言をしたりお示しをしていく、これは行うことになるだろうというふうには思います。まあ、二元代表制なわけですよね、はい、で市長さん議会にいろいろご意見をお持ちなんですけれども、はい、議会への、まあ、審判は市議選でやればいいわけであって、はい、それ来春まで待ったらいいんじゃないですかね。なんか市長選にやる意義が本当あるんですか。先ほどもなんか同じ質問をされたような気がしますけれども、ですからなんか答えが繰り返しになってしまいますので、これ以上はちょっと表現のしようがありません。もちろん市議会議員の方々においては選挙戦において、まあ、問われる部分だというふうに思いますが、先ほどからお話しさせていただいているように、議員の方々が、まあ、私に対して任期の途中であろうとも、まあ、辞職を問う、または不信任を問うという権限を持っております。しかしながら残念ながら逆はありません。ですからこのことを、まあ、お示しをする、まあ、一つの手段として、私としてはこの市長選ということをもってその民意を問うということを私においての権限というのはここにしかありませんから、まあ、その手法を、取って取り組むというところでございます。民意はすでに受けてるわけですよね、選挙なんて。それをこうなぜもう一回再確認。ですからそれをもしおっしゃられるならば、議員の方々になぜこの機会に辞職を解いたのか聞き直してください。私は民意を得て4年間を全うしようと思っていたわけで、その中途で民意を得ているのになんでそんなことを途中で問うんですかということを、ぜひ議員の方々に返していただきたいと思います。何度も言いますが、辞職勧告、つまり議員の方々が辞職を求めたことからターンを発しております。ですからそれ以上私に聞かれても困ります。ターンを発しても別に決めるのはご自身ですよね。決めなきゃいいわけです。なんかそれを理由にしてるようですけど、まあ、理由にしてるっていうか、それが一つの理由ですから、それは説明をさせていただいた通りです。ですから私自身にそのことを、まあ、村尾記者は求めたいようですけれども、私にこれ以上聞いても村尾さんが求められるような答えは来ないと思っていただいて結構です。あと、なぜ今このタイミングに市長が、まあ、辞意を表明したかということも聞くと思うんですが、逆にですね、出直し選挙で民意を問う会議とか、ね、会議があるのかなということを私は今ちょっと判断できていないんですが、例えば市長あるいは市と
議員との間の議会のこう全然片透かして議論になっていない状況は、それは両者が話し合いで解決すべきであって、出直す選挙で委員を通るべきなのか、その辺のこう選択の仕方が果たしてこれでいいんだろうかっていうちょっとまあ疑問はあるんですけども、その辺はどうでしょうか。努力はした、だけどもダメだった。まあ、答えを言っていただいたので言えなくなっちゃいましたけど、まあ、その通りというその通りです。何度もお話してますが、私自身ですね、気が全くなかったとは言ってはおりません。しかしながら議員の方々からも求められたことを、またご指摘を受けたことにおいて、まあ、改善を図るよう努力をし、実際改善もかなり図られてきております。でもそれは初めからそのことを向こう側が求めていたわけではなかったということが、まあ、今回、まあ、はっきりしたというふうには思っております。ですので、まあ、大義という表現はなされましたけれども、辞職を求められたのは議会側でございます。ですから、まあ、それに対して、まあ、そのことも含めてですね、任意を通る機会として最終的に私自身、まあ、決断をさせていただいたというところでございます。